こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。午前中は世界遺産ホイアンの街をぶらりと散歩します。午後からダナン空港に移動し、飛行機でカンボジアのシェムリアップに向かいます。これでベトナムの旅は終了します。ベトナムの世界遺産8県すべて訪問することができました。また新しい旅が始まります。それではどうぞ。2月1日ベトナム11日目、朝食はパンとオムレツにしました。宿の台所から表の方向です。表通りから一本中なので意外と静かです。飛行機は夕方なので、午前中ホイアンの旧市街を歩きます。表通りはバイクが行き交います。その先が旧市街です。観光施設の入場にはチケットを購入する必要があります。5枚のチケットがついて12万ドンです。その5箇所をどう選ぶかが問題です。昨日おすすめのところを旅行会社の人に聞いておきました。日本語の観光マップももらえます。はじめに日本橋に来ました。格好の撮影場所です。1593年に日本人によって作られたという屋根付きの橋です。中に入ります。橋からの眺めです。16世紀末グエン朝の貿易奨励策により朱印船など外国船の入港が活発となり、17世紀には大貿易港となって日本人町、中国人町も形成されました。世界遺産古都ホイアンの構成資産でもあります。裏から見た日本橋です。橋を渡った反対側です。フンフンの家です。約200年前に貿易商人の家として建てられた木造建築です。昨日の喧騒が嘘のようなトゥボン川です。街中に戻ります。次に入場するのがタンキーの家です。200年ほど前に建てられた漁師の家です。うなぎの寝床状態で奥に細長い柱の装飾を見逃しそうです。よく見ると鳥の形をうまく組み合わせて文字にしてあります。洪水の際に2階に荷物を運び上げる工夫がしてあります。洪水の時の写真です。そのまま川に抜けられます。川側から見たタンキーの家です。川に土砂が堆積し、川底が浅くなって大型船が入ってこれなくなり、国際貿易港はダナンに移行してしまいました。その結果ホイアンの町は取り残されることとなります。天秤坊のおばさんたち、すっかり観光化しています。また町中に戻ります。貿易陶磁博物館です。この地が中継貿易都市であったという展示がされています。日本のものとして肥前焼きが展示してあります。17世紀のものだといいます。その隣に絵巻があります。
日本人町や朱印船が描かれています。2階建ての民家をそのまま博物館にしています。2階も各種展示がされています。2階からの通りの眺めです。また街を歩きます。次に来たのが福建会館です。奥がかなり深い構造になっています。白い花が咲いています。さらに奥があります。航海安全の守り神天候聖母が祀られています。さらにその奥には17世紀に中国の福建省からやってきた6家族の家長の像があります。アップにします。ホイアン市場の前を過ぎます。おすすめスポットの最後は長州会館です。扉が閉まっています。屋根の上の龍がカラフルです。日本橋から東方面に歩いてきましたが、少し戻ってクアンタンの家に入場することにしました。一番奥でホワイトローズを作っています。ホワイトローズとは米粉で作った皮にエビのすり身を詰めて蒸し上げたものです。この出来上がった様が白いバラのように見えます。五万丼です。これで旧市街を後にします。宿はお正月を迎える準備が整いました。ダナン空港行きのミニバンが来ました。ダナンのビーチ沿いを走ります。約1時間で空港に到着しました。着いたのは国内線です。国際線まで歩かなくてはいけません。カンボジアのシェムリアップは予定通りです。荷物の重量は15キロまでです。残った約1万ドンは寄付します。また新しい旅の始まりです。シェムリアップで食堂を探さなくていいように、これを夕食にします。座席を有料の前方にしましたが、ガラガラです。ダナンを飛び立ちます。カンボジアの旅が始まります。シェムリアップに約1時間20分で到着です。ベトナムのホイアンとカンボジアのシェムリアップの位置関係です。送迎サービスが嬉しい。トゥクトゥクで宿まで連れて行ってくれます。途中 ATM に寄ってもらいます。30万リエルを引き出しますが、1万札で30倍です。1万リエルがだいたい270円です。後で分かったことですが、ドルが普通に流通しています。この ATM でもドルかリエルを選択する画面がありました。市街地に入りました。本日の宿に到着です。空港から約30分でした。ちょっと奥まったところにあるので静かです。ここ日本人経でした。現地の人も日本語が通じます。広い、広すぎる部屋です。これはゆったりできます。1泊 31.68 ドルです。夜の街に出ます。明日からの予定を決めるためです。ツアーをシェアできると聞いて竹尾ゲストハウスにやってきましたが、
現在はシェアのツアーは実施していません。クロマヤマトゲストハウスは検索でエラーになります。後で分かったことですが、クロマヤマトはキャラバンブランクに変わっていました。シェムリアップでの宿はローカルタイムビレッジの一泊しか決めていませんでした。ところが中国の旧正月に入り、ローカルタイムビレッジは明日から満室です。明日の宿は写真のアンコールパラダイスホテルを直接予約しました。宿に戻って相談したところ、明日は市内観光になりました。明後日アンコールの遺跡を巡る人がいたので、それに便乗することになりました。とにかく新しい旅が微妙な展開でスタートすることになりました。シェムリアップに7泊の予定ですが、その宿は笑える結果となります。いかがでしたか？ホイアンを立ってカンボジアの旅が始まりました。明日はシェムリアップの市内観光です。ご視聴ありがとうございました。